地は絶好のコンディションです。フットボールファンの皆さん、お待たせしました。こんにちは、ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。どうもこんにちは、よろしくお願いします。エキシビションマッチをお送りいたします。これが本日の対戦カードです。それではスターティングメンバーをご紹介しましょう。ヤンムラ、ピンレ、デュロフスキー、バニス、トマスレク、モヤフチク、チルド、グエスト、バルカ、カルマン、ススロ、スルミチェク、レスカ、ラザ、ヤコロウスキ、ベイクル、ラーサ、ネトレト、ポポフスキー、ベルマー、ケマー、スミテル。走り込んできた。シュート。5分過ぎました。芝の香りもかぐわしいドリブル。よく前を見ている。華麗なドリブル。シュート。誰に合わせ、主審笛を吹いた。バルカ、ヤンマ、カルマ、ネトレト、シュート。キックミスでしょう。ヘッドでパスを送る。左へサイドチェンジ。ヤンモラ、シュート。スルミチェック。ピンレ、パルマン、ベイクル、ピッチを優雅に徘徊します。放り込んできた。空中戦。ネトレト、体を入れてきます。ターポスト、中途半端なクリア。これはオフサイド。いや、タイミングはいいですよ。ヤコロウスキ、スペースを見つけた。ネトレト、ポポフスキー、外してしまった。これは決めなければいけない。
ネトネトスローインです。ヤコロウススーパーセーブ。閉塞したフォーメーションを突き破るドリブル。ボールを囲んでいきます。トマスレフ、ラザー、中へ。アンビリバボールゴール、スーパーゴール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 、ミラクルゴール。同点に追いつかれてしまった。さあもう一度見てみましょう。ねじ込んだ。この選手のポジション、これはゴールキック。シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。デュロフスキー、インターセプトを狙う。ピンでハイボールを競り合う。カルマン、ラザ、ヘッドでつなぐ。ドリブルで上がる。攻撃を組み立てます。華麗なドリブル。ワンランプレスをかけます。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。味方が探してますよ。フォローが遅いですね。ラーサ、いいパスだ。さあここからどう攻める。必要なスポットライトから逃れようとするかのごとく、華麗なドリブルを披露しています。取り損ねた。体を入れてきます。ボールを囲んでいきます。ガンガンプレスをかけます。必要にチェックを仕掛けます。動き出しが素早いです。体を入れてきます。おっと、前半終了の笛です。前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は1対1。さて中西さん、ここまでの試合を振り返っていかがでしたか。そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございます。それではこの後も試合をお楽しみください。さあ後半戦が始まります。これはファールです。ラーサ、ドリブルで上がる。ヤコロウス、あーできた。ヘッドで打って、あー失敗。がっくし。ほほほ、外してしまった。これは決めなければいけない。シュート、シュスロー、グエスコ、
リネラ、ベルマー、キーパーの頭打ちに狙った、ラザ主審ファールを取りました。ラーソン、ボールが心地よさそうに芝を転がります。決まった、オフサイドにはならなかった。出た、シュート、後半15分、ヘッド、ヘマー、抜かれた、コーナーです。優雅に徘徊します。チリのシュート、ゴール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 、ダイナミックゴール、追加点。さあもう一度見てみましょう。蹴り込んだ、僕たちは素早いです。ピンでバルカ、落ち着いています。これはゴールキック、これは大きなミス。選手の交代です。交代選手がピッチサイドでウォーミングアップを始めました。ロシツリー、キャッチできない。ベルマー、ファーポストを狙った。ヘッド、ネトレト、シュート、これは危険だ、ラザ、ピンで、おっと足がかかった。ラザ、イエロー覚悟のプレーでしょうか。キーパーの指示が伝わっていないのか。スローイン、さあここからどう攻める。スペースができている。ベルマー、センタリング、ヘッドでつなぐ、チャンスボールになるか、シュート、シュスロー、ヘマー、体を入れてきます。デュロフスキー、主審笛を吹いた。パルマー、
いけいけドリブル。トマスレッド。ヤンムラ。リロードのようなボールタッチ。ここからループシュート。ススロ。ヘマー、いいボールが出た。ボールが心地よさそうに芝を転がります。これはゴールキック。おっと、ここで試合終了の笛が鳴りました。圧倒的な強さを見せつけました。それではまず中西さんに試合について伺いましょう。まあ大差はつきましたが、試合内容は悪くなかったと思います。なるほど、どうもありがとうございます。そろそろお別れの時間です。実況は私ジョン・ファビラがお届けいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。さようなら。